皆さんどうも、マキユです。さあ、日付が変わりましてね、しれっと新しいお知らせが来まして、ログインスタンプのね、受け取り変更についてってことで、ログインスタンプの受け取り方法が以下の通り変更されます。変更内容が、ログインスタンプのアイテムは、郵便にね、送られてたんですけど、今まで直接配布に変わったんだよね。で、所持上限が限界だった、99かな。だったらまだね、郵便に送られちゃうよって書いてる感じかな。これはね、しれっといいところかなと。今までさ、例えば、シーベット始まって、ログインさ、1日目の、まあ、キャラとかさ、ゲットした後、それはね、受け取り忘れて、今まで自分もね、ガシャ、ワイポイントガシャね、引いて、それが埋もれちゃうっていう経験値だまたかのせいでね、あったから、そういう経験ね、した人もいると思うんで、まあ、これはしれっとね、そういうのが、解消されるんで、まあ、いいところかなと。まあ、本当にこれなんだろう、直接的になんかゲーム内にね、そこまで影響あるかないかって言われたら、まあ、ほとんどないんだけど、まあ、しれっと何回言うねって感じなんだけど、いい要素はね、追加されたかなと。まあ、ちょっとね、本当になんか静かに来すぎだけどね、これね。なんかもう少ししかもお知らせするなら一番上にしようよって感じだけどね、たまたま気づいたらね、一応動画にしましたね、変更点があったので。なので、これからは郵便にね、行かず直接配布されてるよーっていうのはね、知っておいた方がいいかな。まあ、30日間のメンテコからだけどね。はい、というわけでね、今回の動画になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。